皆さんこんにちは。現役やぶさめアイドル神田明神江戸っ子スタジオ公式アイドルみことの新メンバー月野奈々です。よろしくお願いします。さて、馬の筋肉が大好きな私月野奈々が本日予想していきたいレースは7月の23日日曜日に行われるルビー特別でございます。こちらのレースは直線 200m のコースで10頭が出走します。スタートして少し歩くと高さ1メートルの第一障害が設置されています。そしてその第一障害を超えると次に待ち受けるのは高さ 1.6 メートルの第二障害と2つの障害を上り下りする息の入れ方が重要になってくるコースです。万栄競馬は重量物を乗せたソリを引いて競い、途中で休ませたりなどペース配分も重要になってきます。さあ、そして今回のレースで私月野奈々が気になったバンバたち2頭を紹介していきたいと思います。まず1頭目はフレイムゴールドです。前走の A2 クラスのレースでは2番人気で1着、1番人気のピュアリーナナセに 1.3 秒の差をつけてゴール。クラスが上がっても金走は成績が安定していて、今年に入って力をつけてきているなぁという印象です。愛らしい顔と小柄な胴が短めの馬体の印象なんですけど、馬角がしっかりとしていて、トモの筋肉がかなりいい質だなぁと前々から注目していたので、最近の活躍がとても嬉しいです。今回も一着あるのではないでしょうか。さあ、そして2頭目はアーモンドキーマンです。前走は混合 A1 クラスを走っていて1着です。どうしても A1 クラスに上がると成績が安定しない印象ではありますが、ここぞという時にやってくれるのがアーモンドキーマンです。新馬の時は本当に小柄な感じでしたが、みるみるうちに筋肉をつけてきて、力もつけてきて、しっかりとしたいい馬格です。表情に気持ちがこう現れるレース内容をしてくれるので走りに注目しています。今回も期待の一頭です。さあ、以上がナナシの注目の2頭ですが、馬券がこちら、馬タンマルチでフレイムゴールドからアーモンドキーマン、そしてノエルブランで厚めに貼っていきたいと思います。このレースを当てていい週末の締めくくりにしたいと思っておりますので、皆さんよかったらこちらの3頭を注目してみてください。以上、月野奈々のバンバ塾でした。バイバイ。